皆さんこんにちは。大人の簡単ビューティーレッスンのみゆきです。今回のテーマはこちら、鉄の特徴と役割をご紹介したいと思います。鉄は地球上で最も豊富な金属の一つであり、多くの生命体や人の正常な生理機能にとって必要不可欠な物質です。また鉄は健康維持に必要な多くのタンパク質や酵素の構成成分に対しても非常に重要です。人では鉄は酸素輸送に関わるタンパク質に不可欠な成分であり、また細胞の成長や分化の調整をします。鉄が欠乏すると細胞に十分な酸素が供給されず、疲労や作業能率の低下、免疫力の低下を生じます。鉄分は体の中に3グラム前後あると言われています。そのうち約 65% は血液中のヘモグロビンの構成成分となり、酸素運搬という重要な役割を果たしています。赤血球は細胞の中にヘモグロビンというタンパク質を持っています。これはヘムという鉄を含んだ色素とグロビンというタンパク質からできており、赤血球の重量の3分の1を占めています。鉄は酸素とくっつきやすい性質があるため、鉄分を含むヘモグロビンによって酸素が全身に運ばれます。食品中に含まれる鉄分はヘム鉄と非ヘム鉄とに分けられます。タンパク質と結合しているヘム鉄は肉や魚など動物性食品に多く含まれています。ヘム鉄以外の無機鉄を非ヘム鉄といい、こちらは植物性食品に多く含まれています。鉄の吸収率は低く、ヘム鉄 15-35%、 非ヘム鉄 20-20% とされています。非ヘム鉄よりもヘム鉄の方が吸収率は高いです。こちらのグラフはヘム鉄と非ヘム鉄の吸収率の比較になっていますが、ヘム鉄、非ヘム鉄とでは全然吸収率が変わってきます。非ヘム鉄の吸収率は食品中のさまざまな成分によって大きく左右されます。アスコルビン酸、タンパク質、アミノ酸などと同時に摂取することで吸収率が高まります。またタンニン、カルシウム、ポリフェノール類、フィチン酸塩などは非ヘム鉄の吸収を低下させます。鉄の働き、酸素を運搬する、細胞への酸素の取り込みに関与する、エネルギー産生に関与する、成長を促進する、美肌に働く、感染症などの病気に対する抵抗力をつけるなどがあります。鉄の食事摂取基準、男性で 6-7mg、 女性は 8.5-11mg ほどです。鉄が体の中で足りなくなると、いわゆる鉄欠乏性貧血と呼ばれる病気にかかってしまうのですが、この病気は数ある貧血の種類のうち9割以上を占めるとされ、特に若い女性の間では4人に1人がこの病気になっているとさえ言われています。先ほど鉄分は体の中に3グラム前後あると言われています。そのうち約 65% は血液中のヘモグロビンの構成成分となり、酸素運搬という重要な役割を果たしていますとお伝えしました。残り 40% の鉄はヘモグロビンを作るのに当面は必要でないことから、肝臓や脾臓などに貯蔵鉄として蓄えられています。何らかの理由でヘモグロビンを作る鉄が不足すると、まずこの貯蔵鉄が使われ始めます。それでも足りないときは血清中の鉄が使われ、さらに足りない場合は組織鉄までも使われるようになります。このように体内の鉄が不足するということは、すなわちヘモグロビンを作る材料が減ってしまうということですから、当然ヘモグロビンをうまく作れなくなり、その量も減少していきます。そうなると全身の組織や臓器に酸素が行き渡らなくなり、体内がいわば酸欠状態になってしまいます。これがいわゆる鉄欠乏性貧血です。このほかヘモグロビンが減少する理由としては、胃潰瘍や自覚、あるいは女性の場合には月経による出血、赤血球やヘモグロビンを作る機能が満足に働かない、赤血球やヘモグロビンが壊れやすい、がんや肝臓病などで造血作用が妨げられるなどがあります。こちら鉄について次回に続きます。